大見中小駅は、滋賀県高島市牧野町中小にある、西日本旅客鉄道湖西線の駅である。駅番号は、JRB13。ホーム8両編成対応の相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅である。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。線内唯一の完全無人駅であり、出入り口には改札、窓口は設けられていない。 アイコカ利用可能駅。アイコカ等 IC カード利用時には、高架下通路に設けられたカードリーダーを使用する。2006年10月21日から、アイコカエリアに入った北小松駅、長原駅間隔駅の内当たり駅のみ、チャージ機が設置されていない。吊り下げ式の運賃表は最近まで主要駅のみを、記した簡易型のものが掲示されていたが、 西大津駅、大津軽駅、小琴駅、小琴温泉駅双方の駅名解消と同時に近距離切符売り場で見られるものに更新された。どの方向もホームからの見通しは非常に良い。山品駅起点 58.0km であることを示すキロポストは下りホームの下に隠れて立っている。日中に当駅に停車する列車は新快速のみで1時間あたり1本が 停車する。各駅停車区間であっても、普通としては扱わず、新快速、快速表示を出し続けているが、国鉄時代に、古西線北部への降落輸送を目的に、臨時列車扱いで運転されていた快速は、当駅を通過していた。京都、大阪方面域の列車で、次の大見今津駅で連結がある列車は、当駅から大見今津駅までの所要時分を長く、設定している。 これは、大見今津駅で連結するのに、誘導信号に従うからである。滋賀県統計所によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。西方向には、地理的に有名な線上地地帯や、北西には、天井川がある。高島市、コミュニティバスの牧野駅、国境方面への路線や、乗り合いタクシーが発着している。ありがとうございます。